諏訪神社は、富山県魚津市諏訪町一の十六を、鎮座地とする神社。祭神は、竹見中田神、大山井神、今年の主神である。毎年8月初旬には、国の重要無形民族文化財に指定され、ユネスコの無形文化遺産に登録されている、建物祭りがここで開催される。神社の起源は701年に、 諏訪大社より文霊を祀ったのが始まりとされる。これ以前よりウオズからは魚や塩、新州からは野菜などを運ぶなど交流が盛んであり、放漁を願いヨオズの浜で獲れた魚を、諏訪大社に初魚を放納していたことが文霊を迎えることとなったものである。その後社殿はアリーソ海のすぐ目の前にあることから、波の侵食により、シャチごと流されており、天正年間に、 ウオ城城主、河田豊前守が社殿を再建するも再び流され1634年に再建。その後、現在地2873年に移った。現在も社殿目の前には、富山湾が広がる。社殿天井には、躍動感あふれるタイヤブリ、カニ、フグ、ハタまたエイなど、波間を泳ぐ、たくさんの魚と花鳥の絵60枚が描かれている。 また1905年11月に、なめ川の神仏師によって制作され、1995年10月に修復が施された、高さ約1.3メートルの豊漁の神である、エビス様が鎮座する。ありがとうございます。